本日の石紹介ということで、これは何の石ですか？これフローライトっていう石になります。フローライト、これこんな形のフローライト、なんかあれですよね、あのエヴァンゲリオンとか出てきそうな形の八面体の、八面体、はい、これはなんかカットしてこうなって、そうなんです。フローライトって壁界、はい、って言って、はい、一定方向に割れる性質があるんですよ、はい、なのでこの八面体はそれを利用し、壁界を利用して、はい、あのニッパーとか、はい、そういったのでこう切ってカットして八面体に、なのでコツさえつかめば誰でもこの八面体を作ることができます。でもこれすっごい綺麗な形ですね、うん、そしてねキラキラしてるんですよこれ、うん、フローライトはどういう意味合いが？フローライトは清めの石だったりとか集中力を招くっていう、八面体とか言うとまたそれにも意味がある。そうですね、やっぱバランスを整えるとかいう意味もあるかもしれないですね、八面体。だからピラミッドパワーとかもあるんですか？確かにあるかもしれないです。スピリチュアル的に言うと、ね、そのピラミッドのパワーが2つ、ねね、2つとかですね、陰と陽とか、あそういう意味があるかもしれないですよね。この八面体のフローライトというのは珍しい？あ、そこまで珍しくはなくって、はいはい、あのよくあるのはよくあります。じゃあ そんなに入手困難とかではなく、そうです、ね、それなりの店だったら中国産は値段がだいたい、そうですね、500円ぐらいから、あ、500円かなと思うんですけど、あと産地アメリカ産とかだと3000円とか、はい、それぐらいするかな。でもあれですね、お手頃な、うん、思います、安さですね。面白いですよね。これ置いとくのかな。プラトンのなんとかとかありますよね。プラトンのこう何ですか、数比の形の面白さっていうのは好きな方とか、数学とかが好きな方がおすすめかもですね。八面体。あ、そう。数学。立体的なあの造形っていうので。これは五面体とか飾っとけばいいの？そうですね、飾り用か、まあ、持ち歩き用でもいいんですけど、飾る用かな、飾る用か、うん、楽しむ用かな、あのフローライトの壁界を楽しむ、この形ね、この切ってある一定方向にね、はい、じゃあぜひフローライト好きの人がじゃあコレクションとして、そうですね、コレクションアイテム、コレクターズアイテムですね、加える感じの、フローライト八面体、八面体です、八面体型、はい、ぜひ。